パーソンズグリーン駅は、ロンドン地下鉄ディストリクト線ウィンブルドン支線の駅で、ある。トラベルカードゾーンに位置する。この駅は、パーソンズグリーンにあり、パーソンズグリーン公園から北側に少し離れた場所、フラムロードとニューキングズロードの外側には留置線があり、島式ホームのようになっている。駅にはこれを含め7本の留置線がある。 駅の周りに合計7本の留置線があり、ディストリクト線を走る D ストックと S ストックの双方を用いた列車がこの駅止まり入庫となることがある。この駅は1880年3月1日にメトロポリタンディストリクト鉄道が路線をウェストブロンプトン駅からパットニーブリッジ駅まで延伸した際に開業した。2017年9月15日には、 当駅で停車していたディストリクト線の車内で爆発が起き、多数の負傷者を出す事件が起こっている。マルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー優勢時、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。A ロンドン地下鉄車内で爆発、22人負傷爆発装置によるテロの可能性。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31431252017年9月15日閲覧。ありがとうございます。